皆さんこんにちは本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう春の引っ越しシーズンがやってきた引っ越し先を選ぶ際に当然気になるのはまの治安だろうだが 同じ市区町村の地区によって雰囲気がガラッと変わるところも多く、町の治安は住んでみないとわからないというのが実情だ。所有者が自転車をきちんと管理していないという証拠。さらに、しっかりとした防犯設備のある駐輪場が整備されている地域であれば、自転車は盗まれにくいです。つまり、自転車の盗難が多いということは、所有者を含めた 地域全体での防犯意識が低いということを表しています。そのような場所では、やがて空き巣が発行等事件などの凶悪な犯罪まで発生する可能性があります。例えば、駅前に巨大な駐輪場がある街同士でも自転車等の発生件数には大きな差がある。自転車等の多発地域は治安悪化の可能性がある危険な街と言えるのだ。 自転車等でワースト1位になってしまったのは東京の大田区蒲田5丁目。警視庁広報課に問い合わせると、こう回答自転車を利用する住民が多いという地理的背景があります。官民一体の盗難被害防止対策を重点課題としています以下の関連林全国で最も自転車泥棒が発生している町のワースト100と47都道府県別のワースト5。 をすべて公開する。あなたの近所は大丈夫写真、朝日新聞、週刊フラッシュ2020年3月31日4月7日号。一覧表、自転車盗難件数が多い超、全国ワースト100ランキングそこで、本市は、町名、町名にまで踏み込んだ、28万件に及ぶ詳細な、犯罪発生件数のデータを収集し、対象は、2016年の、 官民データ活用推進基本法施行を受けて各都道府県警察が公開している2018年に発生した窃盗事件の一覧だ。ひったくり、車上狙い、部品狙い、自動販売機狙い、自動車等、オートバイ等、自転車等という7種類の窃盗事件について発生した日時、管轄などの詳細な情報が記されている。本市はこのデータをもとに 自転車窃盗事件の発生件数を独自に集計し、身近な犯罪が多発する危険な街をランキング化し、僕は自転車を持っていないから関係ないなぁと考える読者も多いかもしれないが、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川太平氏59は後継者を鳴らす。自転車泥棒のような軽微な犯罪を放置すると、やがて凶悪犯罪につながります。 犯罪学では、割れ窓理論という理論がよく用いられます。建物の窓が一箇所壊されているのを放置すると、誰も注意を払っていないという印象を与え、やがて他の窓も壊されるという理論です。それが自転車ドラ、当てはまるんです。今の自転車は通常の鍵とチェーンロックをダブルでつけるのが当たり前になっています。そんな時代に簡単に盗まれてしまうということは、